あの、ブロです。今回こちらね、サイドのランクまで使っていきます。で、また色違いがとね、前回に引き続き、ダーテングに引き続き色違いなんですけれども、こちらもポケモン GO から、輸入してきました。はい、合法です。で、今回、特性飛来心で、なんでもよかったんですね、正直。他に捨て身とかもあったんですが、技にね、採用してないんで、今回、飛来心にしました。で、今回、持ちもなし進化の奇跡です。突撃直帰のもうなんか上位互換みたいな感じで、防御力も特防もともに 1.5 倍になるっていう、そんな持ち物にしました。で、今回、技を、はい、地震ストーンエッジメガホーン角ドリルという、こんな感じしました。で、地震ストーンエッジはタイプ1の、物理技なんですけれども、今回、メガホーンと角ドリルっていう、耐久を生かして、角ドリルをね、いずれは当たるでしょうという 30% の運にかけて、角ドリルを入れたのと、あとメガホーンですね。これゴリランダーに、サイドンでやっぱ弱いんで、今回メガホーンを入れることで、ゴリランダーにも、強く出れるというね、今回こんな感じにしました。早速、やっていきましょう。それじゃ、行ってみよう。お願いします。バドレックス、ミミッキ、オーロンゲ、カバルドン、ナットレイ、サンダーという意外とサイドンが良い。意外と良いという。ならばここは、待てよ、これは。これ、ギャラドスから行くのはありだな、これ。ナットレイ以外であれば、ナットレイ、サンダー以外であればギャラドスがいい。で、待って、これナットレイきつくね。ナットレイがめちゃめちゃきつくないか。では、こういうナットレイみたいなクソポケモンに対しては、このサイドの角ドリルがいい。で、バドレックスはフリーザーのタスキで返せるんで、これでいきましょう。お願いします。なんか裏、タイのあれみたいな。アンコールバットみたいな。いきなりバドレックスから来るタイプだ、この人。これ威嚇入れても何の意味もないんで、しかもラムの実が食べれなくなるという、これ読まれるに読まれまくってこの結果じゃないか。フリーザーでなんとかなるとはいえ、ギャラドス切りたくねえなーけど、ギガドレインとかもあるんで、これはどうしようかな。マヒ狙いで飛び跳ねるで。これ一発耐えてこの間で困る。身代わりとかめんどくせえのあったわー。交換読みだこれ。これ悪だくみだったらどうしよう。これちょっと待って、この悪だくみ型のバドレックスだったらどうしよう。これどうしたらいい。いやでもいいか。どっちにしろタスキで返せるんで、悪だくみでもいいわ。うん。これはどっちにしろもいい。待って、もうなんかもう。予想をはるかに上回るめんどくさいタイプかもしれない。ならば、竜馬一発入れとくか。これ竜馬行ってやろう。ここをもう一回身代わり、または宿り木なんで、これ竜馬行くわ。あいつが、バドレックスが222なんで、んで、ここで身代わりもいいわ。ここはいい、いい、いい。違う、ギャラドックスすみません、81か。なんで、抜けてない。一積みじゃ抜けてない。まずい。一積みじゃ抜けてない。まずい。滝登り。竜舞。竜舞だ。一回竜舞。ここ絶対宿り気なんで。外せ。もう普通にアストラルビットなんか打ってきたんですけど、この人。ただ一発なら耐えてくれる。ほらね、この、ギャラドスの特防なのよ。で、この竜舞によって、抜くこと、アストラビットじゃなくて、バトレックスを抜くことができた。なので、俺はこれも滝登りで身代わりを剥がす。これでいい。オッケー。ちょっとさ、滝登りのエフェクトってさ、ちょっと一瞬外してみたいで怖いよな。身代わり連打。それはちょっとナンセンスじゃないか。ここはもう宿り木か、あれで倒すしかなかったぞ、相手。いやいや、そうやって体力を無駄にやってくれるんだったら、俺は一向に構わん。で、相手の持ち物がちょっと気になるが、こちらも滝登りなんで、で、宿り木の垂れでなんか地味殺ししてきたわ、こいつ。でもそれが、特策か。これはいい。
サイドを出したいところだが、ここはフリーザーでいい。ここシャドーボールで返せるんで、普通にバドレックス。いや、助けて返せるのがやっぱフリーザー素晴らしい。ここね、意外とシャドーボールをみんな知らん。フリーザーがこれ覚えてんの。普通になんか無警戒に行く、来る。で、ここで、一番意外とめんどくさいのは、ここバドレックスを残すために引かれるのが一番めんどくさい。まあ、ただそうなったら、プレミでーす。はい、これはプレミです。多分、凍てつく視線とかを、ダイマ切ったら耐えるって計算やん。はい、これは、それはプレミなんですよ。フリーザ、シャドーボールを覚えるんです。相手これダイマを無駄にさせたのマジででかいわ、これ。ダイホロ。ほら、来たで、しかも勝ち気が発動するぞ。はい、ここでタスキで下がるからの勝ち気と相手やってしまったなと。これはで、なんだ残り、なんだバドレックを落としたのほんまでかい。ん？フリーザより早いの？何かいたっけ。で、ミミックか、ミミックでこれ鍵打ちかな。鍵打ちやな、これは。鍵打ちミミックだろうなので、まあもうこれは、しょうがないわ。これ鍵打ち持ったら普通に倒されるんで。鍵打ちか、もうしょうがない。え、これは十分頑張った。で、ミミックってめんどくさいのに対しては、このサイドンが言うと。もう物理の鬼よ。はい、色違い。ちょっと美味しそうなんやな、この色合い。で、ここは特防を上げるためにも、ここは特防を上げるためにも、ダイマー。まあ、ダイアースでもいいのか、普通に。ダイアース、ダイロック。まあ、ダイロック。まあ、これどっちでもいいのか、ゴッターンなんで、これどっちにしてもいいよ。ダイロックで。ここはダイロックでいきます。ここで、色違いサイドの登場や。いや、重みが素晴らしい。ダイマックスが一番似合うポケモンなんちゃうか。サイドンって。で？おーわ。めんどくさい人だ、これ。めんどくさい人ですが、ここは第6区で。ただ、剣舞したところで、ジャレッツクが最大打点か。それはさすがに平気ある。で、ここで特防もしっかり上げて、変にね、むしろ呪いとかその辺の変なじゃないだけね、だいぶマシやわ。まあ、ここは大アースで、大アースでいきます。まあ、じゃれつく、シャドウダイブとかが一番誰か。シャドウダイブ一番めんどくさいです。ゴーストダイブか。もうこれが一番めんどくさいって言ったやん、これやめや。今言ったやん、俺だからこれが一番めんどくさいって。ダイアースで。いやー、でもこれよ、剣舞ミミキしかも弾。それをこの耐久です。もう、ちょっともうなんかもう。急所当てたね。無駄急所当てたね。なんかもう、ただ倒すだけじゃ強様だわ。で、背中によって 1.5 倍、さらにダイアースで 1.5 倍の特防なんで、これ勝ったんじゃないか。これサンダーなら普通に勝ち。いや、来た、勝った。これ暴風とかで混乱引かんければ。来た、これは。これは、もうストーンエッジ。今回、意地っ張りの252ぶりです。A。ボフ。もうこれもう混乱狙いやろ。いや、全然入らん。これ。ストーンエッジ。当たらないが、まあ全然です。これはもう死の宣告、秒読みです。はい。ストーンエッジ、連打です。よく砂嵐かで当ててくるな、そんな。50% やろ。で、しかもそれ引けんの詰まって、ここ、当てて、お願い。当てて、ほんまに、これ。
ちょっとなんでこれ、なんで砂嵐から砂出れんの。 80% よ。いや、全然耐えてる、全然耐えてる。当てろ、当てろ。いや、よかった、やった、当てた。耐えてきたか。耐えてきたが、なら最後は、んー、まあまあ、ストレッチでいいか、ストレッチでいいわ。羽休め持ってんのか。これ、羽休め読みで一旦どっかに自信とか、これは当てれば勝ちです。この日な。ちょっと待って、ほんまにちょっとまずいって、それは。これ、羽休み読みで、羽休み読みます。きっつー、羽休み読みこれで回復しても、羽休み読みで、自信。よーし。で、これもう、相手、どうする？羽休み打てる？これで。相手、暴風しかないやろ、これも。だって。もう、自信満ちてたら、羽休めはできないやろ。いや、お前、こんな最後の最後で、こんな、追い込まれると思わなかったわ。で、暴風。いや、てか、当てすぎじゃないか、暴風を。これもう、混乱引いたら、本当に。ストレッチ。よーし。ありがとうございました。これが、サイドンというポケモンのポテンシャルです。ありがとうございました。